こんにちは。アメリカ在住翻訳者ランサム花です。英語の先生と日本語の先生もしています。今回はリスニングチャレンジ、花先生と一緒に日曜市へ行こう、イエーイということでお送りしたいと思います。この動画を最後まで見ると生きた英語がどれぐらい理解できるかというのが自分で試すことができると思いますので、よかったら最後までご覧ください。このチャンネルでは翻訳通訳関連のお仕事、海外生活、フリーランスなどについて発信しています。よかったらチャンネル登録もよろしくお願いします。さて今回はリスニングチャレンジ、花先生と日曜市行こうという趣向で動画を作ってみました。今まで私このところ最近はですね、ずっと翻訳関連の動画、それから海外生活や外国語学習についての動画というのをだいたい1週おきぐらいに上げてきているんですけれども、先日ですね、私の住んでいるところの近くで行われた日曜市へ行ってきました。で、日曜市をただ皆さんにご紹介してもいいなとも思ったんですけれども、せっかくなので、現地の英語ネイティブの人たちといろいろと会話をしながら、収録をしてきました。なので今までの他の動画と同じように私が一つ一つ皆さんにガイドとしてご紹介をするのももちろんいいんですけれども、せっかくいろんな方に英語を喋っていただいているのでですね、皆さんにもちょっとそれを聞き取っていただく練習をしていただけたら皆さんにとっても練習になるのではないかなと思って、このような動画を作ってみました。これから皆さんと一緒に私日曜市へ行くんですけれども、2つ質問を出しますので、それを考えながら聞いていただけたらと思います。1つ目、私は石鹸のお店に2軒行っています。で、そのうち1軒でお店の人といろいろ会話をしてるんですけれども、どちらの石鹸だったでしょうか。で、それからその石鹸にはどのような効果があるというふうにお店の人は言っていたでしょうか。3つ挙げてください。それがまず1問目です。それから2問目はですね、後半の方で私がカップケーキを売っているお姉さんのところに行ってお話をするシーンがあるんですけれども、そのお姉さんはカップケーキがいくつ何種類あるっていうふうに言っていたでしょうか。これちょっと早くて難しいかもしれないんですけれども、ちょっと注意して聞いてみていただけたらと思います。正解は動画の最後の方で発表しますので、どれだけ皆さんリスニングちゃんと早いネイティブの英語が聞けたかっていうのをちょっと一緒に、リスニング聞いてみながら、この動画をご覧いただけたらと思います。どうぞ、よかったら自分の、スキルチャレンジという意味でも楽しみながらどうぞご覧ください。はい、会場に着きました。まだ入り口付近なので結構閑散としていますね。右側のハンバーガートラックが美味しそうなので、帰りお昼に買って帰ろうと思います。あ、左側はコーヒーバーなんていうのがありますね。カメラを抱えてなければぜひ買って飲みたいところなんですけれども、残念です。この辺はテキサスのバーベキューのスパイス、シーズニングですね。さすがバーベキューの本場テキサスっていう感じがします。蓋の色が違うのは辛さの度合いが違うんだと思います。この辺は野球帽ですね。いろんな色があってカラフルでワクワクします。日本のお祭りとかでもこんなの売ってましたかね。ああ、ワーカムって書いてる。翻訳者は文字が大好きなので、こういう看板があるとつい立ち止まって読んでしまいます。この辺はウィンドチャイム、風鈴ですね。日本の風鈴と比べるとかなりどぎつくて迫力があって個性がありますが、この小さいのも全部ウィンドチャイム、風鈴です。ここはゴーミルクソープ&モールって書いてるから、ヤギの乳で作った石鹸ですね。最近よくサステナビリティとか環境に配慮した環境に優しい製品みたいなのが人気ですけれども、こういうところでもそういう手作りの商品が多いなっていう感じがします。石鹸ローションみたいなものもありますね。あれ、ビールの石鹸なんてあります。ちょっと質問してみましょう。 You can wash your hands with the soap with beer? Yes, you can use it in the shower. It's really good for your skin. Really? Uh-huh. I've never heard of it. People have been usingin their shampoo for centuries, and so we put it in the soap. It works as antibacterial, anti-aging, antioxidant. It's good
for skin problems like eczema, psoriasis, acne. Oh wow. And it's all natural. Even the scents that we use are natural. Really?ああこれかわいいポケモンがいる。これタオルかと思ったらなんか帽子みたいですね。子供とかがかぶるのかな。この辺はセンツって書いてるから芳香剤ですね。エアフレッシュナーのようなものだと思います。いろんな種類がありますね。この辺は学校の先生が学校職員のために作ったシャツって書いてあります。なんかアンティークの家具みたいなものも路上で売っています。何これ、 Hangry って造語ですか。面白いですね。あ、めちゃめちゃ可愛いクッキーがあるのでちょっとお姉さんに質問してみたいと思います。 And those are the hand painted cookies? Yeah, the paint your own cookies. Wow, that's really cute. Yeah, I've been wanting to do those forever now and so I finally had a chance toHave you done it? Not. These are my first time that I've actually been able to sell them. So. Oh, okay. But this one I did myself. Which one is it? This one where it's all the colors in there. Yeah? That's real pretty. Thank you. Was it difficult to do it? No, not at all. It's really easy to do. Oh, wow. この辺はリースですね。これも綺麗ですね。あ、この辺はセラミックスでした。陶器ですね。ちょっとやっぱり品揃えが日本の陶器とは全然違う感じがしますけれども、なかなか綺麗だと思います。そしてこれなんか可愛いんですけど、何かと思ったら犬のバンダナとかスカーフみたいです。 How are you? Good. They're real pretty. Thank you. Did you all make them? I make them. Oh wow. Yes ma'am, I hand sew themThey're little characters. I have my dogs usually beside me too. They think they have to be in the sew room with me when I make them. Oh yeah, I got to show all the babies off. Bye. これ全部あのおばさんの手作りってすごいですね。出てきてありますけど、古着屋さんなのかちょっとよくわからないです。この辺はラベンダーを原産としたオイルなんかを売ってます。私が以前に住んでいた北海道富良野市でもこういうものを売っていたので懐かしいです。この右手に見えている建物が私のお気に入りのカフェでよく行く場所なんですけれども、この向こうになんか音楽が聞こえてくるところがあるので行ってみようと思います。すごく上手でずっと聴いていたいんですけれども、先に進みたいと思います。この辺はまた別の種類の帽子ですね。このポテトベーキングバッグってベイクドポテトを作るときに使うやつでしょうかね。こんなの初めて見ました。この辺一瞬扇子とかうちわとかそんな感じかなと思ったんですけど、よく見たら帽子でした。カラフルですごい綺麗です。あ、この辺も看板系ですね。たくさん文字が書いてあってつい翻訳者としては立ち止まって読んでしまいます。読んでるだけで気持ちがほっこりしてくるような文句もあって楽しいですね。ソープが入っているので、車の芳香剤兼石鹸ということだと思います。いろんな種類の石鹸がカラフルでとても綺麗で香りもとてもいいです。あ、めちゃめちゃ可愛いカップケーキを見つけました。ちょっとお姉さんに声かけてみます。 Hi. You sell cupcakes?These are samples. I have banana pudding cupcakes. I have pumpkin spice with a maple buttercream. I have Reese's peanut butter cup. I have pecan pie with bourbon sauce in a jar. I have key lime pie in a jar in the cooler. And I have a couple peach cobblers in a jar. Oh my goodness. Would you like to try a sample? Yeah. Yeah.
くあんまり可愛くてカップケーキ買っちゃいました。最後はこのフードトラックでハンバーガーをお昼に買って帰ろうと思います。どれにしようかな。このザ・ヒーツっていうのにしてみようかと思います。ナンバーワン。いかがでしたでしょうか。英語ネイティブの人たちが手加減せずにものすごいスピードで喋っているのでびっくりされた方もいるかもしれません。実際の生きた英語というのは教科書とか教材で使われているのとはかなり言葉の選び方であったりスピードであったり表現であったりとかもかなり違うのでですね、ちょっとまあこんな感じかというのを体験していただけたらと思いました。正解の発表に行きたいと思います。1問目はですね、私は石鹸のお店に2軒行ったんですけれども、どちらの石鹸のお店で、お話をしたでしょうか。そしてお話をした時のお姉さんはその石鹸にどんな作用がある、どんな効果があるかっていうのを言ってたかっていうのを3つ挙げてくださいというふうにお話ししました。正解はですね、私はまずヤギの乳から作った石鹸のところに行ったんですけど、でその後でビールが入った石鹸のところに行っています。でこのビールが入った石鹸のところでお姉さんとお話をしましたので、私が話をしたのはビールの石鹸です。でビールソープのところで話をしていて、お姉さんが言っていた言葉3つ、効果があるって言ってたんですけれども、 So we put it in the soap. It works as antibacterial, anti-aging, antioxidant. It's good for skin problems like eczema, psoriasis, acne. ですね、1つ目は antibacterial 抗菌作用で、2つ目が anti-aging アンチエイジング、それから3つ目がアンティオキシデントですから抗酸化作用があるというふうに言っていました。その他にもですね、皮膚の病気を3つ挙げています。で1つはエクゼマ、皮膚炎ですね。で2つ目がサライアセス、これは感染という病気の名前で、ちょっとスペルがですね PSORIASIS、 ちょっと P から始まるんですけれども、発音はサライアセスというふうに言う、これは感染、皮膚の病気ですね。で3つ目はアクニーですから、ニキビ。この3つの皮膚の病気にも効果があるよっていうふうに言っています。最初のですね、アンタイバクテリアル、アンチエイジング、アンタイオキシデントっていうのは、まあ、私が出したやつなんですけど、これに加えてですね、3つの皮膚病の名前も聞き取れた方がいたらものすごい素晴らしいなと思います。私はサライアセスっていうのが聞き取れなくてちょっと調べました。でそれから2つ目の質問はカップケーキのお姉さんのところに行った時に、カップケーキのお姉さんがどういう種類があるかっていうのをすごい早口で説明していました。でそのお姉さんによると、カップケーキはいくつ種類があったでしょうかっていう質問だったんですけれども、はい、You have cupcakes? Yeah. These are samples. I have banana pudding cupcakes. I have pumpkin spice with a maple buttercream. I have Reese's peanut butter cup. I have pecan pie with bourbon sauce in a jar. I have key lime pie in a jar in the cooler. And I have a couple peach cobblers in a jar. Oh my goodness. そのお姉さんが言ってたのは、1つ目がバナナプリン、バナナプリン。で2つ目がパンプキンスパイス。で3つ目がメイプルバタークリーム、メイプルバタークリーム。4つ目がリーシスピーナッツバターカップ。リーシスっていうのはピーナッツバターカップっていうチョコレート菓子を作っているメーカーの名前です。でそれから5つ目が、ペカンパイ with バーボンソース。これちょっと難しかったんじゃないかなと思います。ピーカンっていうナッツなんですけれども、こっちの人たちは発音がペカーンになっちゃうので、このペカンパイ with バーボンソースっていうのを聞き取れた人はすごく上級な方なのではないかなと思います。でそれから3つ目がキーライムパイ、キーライムパイ。それから7つ目がピーチコブラー、ピーチコブラー、ピーチコブラーですね。コブラーというのはテキサスの人が大好きでよく食べているデザートなんですけれども、ちょっとパイ、アップルパイとかあるじゃないですか、それをちょっとひっくり返したような、すごくパイによく似たお菓子なんですけれども、ピーチとかブルーベリーとかラズベリーとか、そういうフルーツを入れて作っているのをよく見かけます。私は結局ここでバナナプリンっていうのを試食したんですけれども、あんまり私的には甘すぎたなと思ったので、結局キーライムパイっていうのとリーシーズピーナッツバターカップっていうのを買って帰って、でどっちも美味しかったです。まあこんな感じでですね、今回はこちらで開催された日曜市に皆さんと一緒に行ったというシチュエーションで
動画を作ってみました。いつか皆さんがこちらにいらっしゃることがあったら一緒にこういうところに行っても楽しいかなっていうふうに思うんですけれども、その時にですね、私がただ案内するだけじゃなくて皆さんも一緒に英語を聞き取ってですね、一緒に会話を楽しめるようであったら、楽しいだろうなと思いますので、どうぞこれからも英語の勉強を頑張ってください。今回はリスニングチャレンジ、花先生と一緒に日曜市へ行こうという企画でお送りしてみました。英語の勉強をしていらっしゃる方、翻訳の勉強をしていらっしゃる方の少しでも参考にしていただけたら嬉しいです。チャンネル登録、メルマガ登録もよろしくお願いします。 Thank you for watching. I'll see you in the next video.